中国で客同士が椅子で殴り合う大喧嘩が勃発。経済がダメになると人間の規制は荒くなると嘆く声も。カメラが捉えた映像に映るのは露店の前で客たちが大喧嘩する様子。中には椅子を持ち出して相手に殴りかかる人まで見られる。一体何があったというのか。中国メディア旧派新聞によると、騒動が起きたのは中国広西チワン族自治区の玉州市。食事をしていた客同士の間で口論が起き、やがて殴り合いの喧嘩に発展。ヒートアップした客の中には椅子を持ち出して相手に殴りかかる人まで現れたのだという。駆けつけた警官によって騒動は謎められ、その場にいた計8人が身柄を拘束された。怪我人は出たものの、いずれも命に別状はなかったという。このニュースを見た中国のネットユーザーからは、8人で喧嘩すると現場は大混乱になるな、この場を収められた警察がすごいといったコメントのほか、失業者が増えて社会の治安が悪くなっているのだろうか、経済がダメになると人間の規制は荒くなってしまうと昨今の不況と関連付けたコメントも見られた。争いより後のネットの反応に興味が出ました。経済がダメになると人間の規制は荒くなる。中国の一般市民が中国経済が良くないと認識はしているということですよね。中国国内で景気が良くないなんて報道は一切されない。だから景気感は中国の人々の肌感覚ということではないか。 UBS が指摘、中国経済の悪化は続く、まだ崩壊の序章に過ぎない。今年3月5日、全国人民代表大会の初日に中国の李強首相が政府活動報告を行いました。その中で2023年の GDP 国内総生産の成長率目標を 5% 前後と発表しました。しかし7月15日に中国国家統計局が発表した今年4月から6月期の実質成長率は前年同期比で 4.7% なり、市場予想の 5.1% を大きく下回りました。この結果、2023年の前半の成長率は 4.97% となっています。中国国家統計局は経済の状況が悪化している時でも数値を操作して明るく見せることがあるため、その数字には注意が必要です。しかし経済があまりに悪化している場合、さすがに正確な数値に近いものを発表する傾向があります。実際中国がゼロコロナ政策を取っていた時期でも経済成長が発表されていたため、公式の統計がどれだけ現実的かには疑問が残ります。それでも今回はこの中国国家統計局の数字をもとに話を進めていきましょう。 UBS のスイスに本店を置く国際的な金融グループである UBS インベストメントバンクは8月28日に中国の2024年の GDP 成長率予想を 4.9% から 4.6% に引き下げました。さらに2025年の予測も 4.6% から 4% に引き下げられました。UBS は中国の習近平政権が大規模な経済刺激策を実施しなかったことや、不動産市場の低迷、引き締め期、味の財政政策が中国経済の減速を招いていると分析しています。現在、中国経済は輸出や工業生産が成長を支えているものの、国内消費が弱まっていることが問題となっています。特に国内の小売分野価格の伸びが鈍化している状況です。中国政府が掲げた GDP 成長率 5% 前後の目標を達成することは非常に厳しいものとなっているのです。国内需要の弱さが問題。中国経済の弱点は国内需要が非常に弱い点です。今年の5月には輸出が前年同期比で 7.6% 増加し、6月には 8.6% 増加しましたが、輸入は5月で 1.8% の増加、6月には 2.3% 減少しました。これにより中国の国内需要の弱さが浮き彫りとなっています。他の主要国では消費が GDP に占める割合は 50% から 75% ですが、中国では消費が GDP に占める割合は 40% 程度しかありません。残りの大半は不動産やインフラ、工場への投資に依存しています。しかし最近では不動産投資が激減しており、これが経済成長に対する大きな足かせとなっています。つまり国内需要が弱いために中国経済はさらに悪化、
しているのです。国内経済の停滞要因。今年7月、中国国家統計局は、経済成長の鈍化の要因として、各地で発生した災害や悪天候に加え、国内需要の不足を指摘しました。内需の不足が経済全体に悪影響を及ぼしており、特に不動産市場の不振が大きな問題となっています。2023年の前半期における新規住宅の販売面積は、前年同期比で大幅に減少しました。これにより住宅価格が下落し、多くの家計が保有資産の価値が減少する含み損を抱えることとなりました。その結果、消費意欲がさらに低下しています。また、2020年から始まった新型コロナウイルスの大流行も、経済の停滞に大きく影響しています。中国は2022年末まで、厳しいゼロコロナ政策を実施していました。この政策が2023年初めに解除された後、しばらくは特需がありましたが、それも短期間で収束し、消費が再び低迷しています。特に将来を担う若年層は就職難に苦しんでおり、これがさらなる消費の低迷を引き起こしているのです。中国における若者の失業問題については、特に16歳から24歳の層に焦点が当てられています。2023年6月、この年齢層の失業率は公式統計によれば過去最高の 21.3% に達し、深刻な状況が明らかになりました。その後、政府は7月以降、若年層の失業率の公表を停止しましたが、在学中の学生を除いた形でデータの公表を再開し、2024年5月には 14.2% となっています。2023年に比べて若干の改善が見られるものの、依然として高水準にあることに変わりはありません。このような若者の雇用状況悪化の原因としては、不動産市場の停滞、企業の就職競争の激化、特に人気企業や公務員職の倍率が非常に高いこと、IT 業界における大規模な人員削減、中小企業の経営悪化などが考えられます。こうした背景の中、若者を含む消費者はリスクに備えるために貯蓄を増やしてきました。現在、中国は世界の中でも破竹大国の一つとなっています。不動産ブームが収束した今、中国が抱える課題は、この巨額の貯蓄にどう対処するかです。さらに中国では少子高齢化が進行しており、これは消費に対しても悪影響を及ぼす可能性があります。特に個人消費や住宅投資の需要が低下し、高齢者の増加に伴い、相対的に所得が少ない層が増えたことで、消費意欲が抑えられる傾向にあります。また、少子化の影響で、子育て関連の需要も減少しているのです。こうした少子高齢化が個人消費に与える負の影響は無視できません。中国の総人口がピークを迎えた後、経済全体が需要ショックに直面するリスクが高まっています。政府の支出も、特に教育や医療、社会保障分野では限られており、この点で将来に対する不安が国民の間で広がっています。このため、多くの人々が貯蓄に走り、結果として需要が不足し、経済成長が停滞するという悪循環に陥っています。中国政府は、この課題に対して適切な政策を打ち出す必要があります。2024年の全国人民代表大会では、家計の不安を軽減し、雇用安定と所得増加を目指して、雇用吸収力の高い産業に対して、財政的・金融的な支援を強化することが表明されました。しかし、これで国民の不安が払拭されるかどうかは依然として不透明です。また、中国政府が期待を寄せるのはハイテク産業です。2024年上半期には CD プリンター、電気自動車、集積回路製品、サービスロボット、スマートウォッチなどの生産が前年同期比で大幅に増加しました。これにより供給サイドの活発化を図ろうとしていますが、中国経済の最大の問題は内需、特に個人消費の低迷です。この点に対する対策が不十分なままでは目標の達成は困難です。内需を活性化させるための一つの解決策として、戸籍制度改革が注目されています。農村部から都市部に働きに来る農民工は
都市戸籍を持っていないため、都市の社会保障制度を利用できず、都市住民に比べて消費意欲が低いとされています。もし戸籍制度改革によって農民工が都市戸籍を取得し、都市住民と同等の権利を享受できるようになれば、個人消費が大幅に増加する可能性があります。しかし、この改革は都市戸籍を持つ人々の既得権益を損ない、地方政府の財政負担も増加するため、実行には大きな課題が伴います。加えて、世界の金融機関も中国経済に対して慎重な見方をしています。UBS インベストメントバンクは、2024年の中国の GDP 成長率予想を従来の 4.9% から 4.6% に引き下げ、JP モルガン・チェイスや野村ホールディングスもそれぞれ 4.6% や 4.5% を予測しています。こうした予測は中国経済の内需不足による影響が予想よりも大きいと見込まれているからです。中国政府は GDP 成長率の目標を 5% 前後に設定し、ある程度の余裕を持たせていますが、最終的に 4.8% 程度の成長であっても目標を達成したと主張する可能性があります。ただし、中国では統計も政府の思惑に左右されることがあり、成長率を 5% 前後に見せかけるための調整が行われる可能性も指摘されています。今後も中国経済の動向には注目が集まっており、特に政府がどのように内需を強化し、経済の持続的な成長を実現していくかが大きな課題となるでしょう。